はい、皆さんこんにちは、マトです。本日はですね、レタッチについてソフトの紹介をしていきたいと思います。皆さんレタッチしていますでしょうか？僕はですね、レタッチたくさんしているんですけども、今回ご紹介するのがルミナネオというソフトになります。まあ、もしかしたら名前は聞いたことあるよっていう方いるかもしれないんですけども、今回はルミナネオについてですね、紹介していきたいと思います。このルミナっていうのも、ルミナ4だったりとか、ルミナ AI っていうのがあったんですけども、それのさらに新しいバージョンとして、ルミナネオっていうものがございます。で、僕自身、ルミナ4もルミナ AI も使ったことがありまして、で、今回ですね、ルミナネオ使ってみたんですけども、ルミナ AI からですね、パワーアップしたりとか、ちょっと使いやすくなったところとかがあるので、まあ、ちょっとそこもですね、ご説明しながら、いいところ、おすすめする理由などをですね、紹介していきます。まあ、このソフトのいいところっていうのは、写真の編集ソフトではあるのですが、しっかりとですね、フォルダーの管理ができます。まあ、これ今、カタログプリセット編集っていうのがあって、まあ、ここに今、カタログのところにカーソルあってますが、そうするとですね、まあ、こういった形でフォルダー、写真を取り込むことができます。この写真の追加を押すと、まあ、今僕これ外部の SSD 今接続していますが、まあ、外部の SSD だったりとか、あとはパソコンにある写真、もしくはメモリーカードにある写真っていうのをですね、ここのルミナーネオに入れることができます。で、入れると、まあ、ここに例えば2022年のものとか、2021年とかはですね、ここを自動で読み取ってくれて、年度別とか月別とかにですね、格納してくれますと。あとは自分でアルバム作れたりしますので、まあ、結構ですね、そういった写真の管理っていう意味でもしやすいかなと思います。あとは右下にハートマークがあるので、これを押すとお気に入りっていう形で、例えばなんか急ぎでレタッチしたいものとかですね、ここにお気に入りマークをポチポチ押せば、こういう形でですね、出るので、これもわかりやすいかなと思います。まあ、カタログ機能はそういうような形でなっておりまして、じゃあ実際にですね、どのようなレタッチができるのかっていうところを紹介していきます。ちょっと今回はじゃあこちらの写真をレタッチしていきましょうか。で、一応このカタログの隣にプリセットがあって編集ってなるんですけども、ちょっと先に編集開きますね。編集を開くと、まあ今右側にですね、いろいろバーっと出ていますが、まあ、これがルミナネオでですね、使える補正の種類になっております。結構種類ありますよね。で、ちょっと一回編集を進める前に、次プリセットですね。で、プリセットって押すと、まあ、こういう形で、上にですね、この写真のためにっていうのが出てきて、まあ、なんかこの写真に合ったプリセットっていうのを紹介してくれます。今これ多分海の写真なので、まあ、その水とか、まああと雲とかですね、なんか風景とか出てきておりますが、例えば、これとかを選択すると、ちょっと変わりますね。自然、フィルム風とか、まあ簡単風景とか。まあもちろんこの下からも選べるので、ポートレットとかマクロとかいっぱいプリセットありますね。で、あとは有料ですがプリセットを購入できたりとかもします。まあ、なので例えばもう本当にこのプリセットだったらもう一発でですね、その写真に合った補正っていうのをしてくれるので、時間がない人とかかなり便利ですよね。まあちょっとプリセットの紹介は後でするとして、一旦ちょっと編集の内容を紹介していきます。で、まあ開くとこんな画面になるのですが、ちょっとすいません。これ画面外で見えていないんですけども、開くと上の方のタブ、ビューっていうタブがあるんですけども、デフォルトですね、ヒストグラムが非表示になっているので、僕はですね、ヒストグラムを表示するようにしております。ビューからですね、選びます。ちょっと上、ごめんなさい。見切れてしまって見えていないんですけども、ビューのヒストグラム表示を押すと、まあ、ちゃんとヒストグラムも見えてですね、階調の調整がしやすくなります。で、今こうやって並んでますが、まあ、お気に入りのところに補正の右側にちょっとなんか AI っていうのがあるんですけども、このアクセントっていうのとスカイエンハーサーっていうのがあります。アクセントは、そのなんか AI で、まあなんかそれなりによくするよみたいな、ちょっといい感じにするよっていうようなものになってまして、まあ上げると、まあこの写真だとやっぱもっとちょっと暗かったので、多分露光量を上げてるっていうのと、まあ、若干明瞭度も上げてるかなって感じはしますね。まあ、こういう形で AI でいい感じにしてくれますよっていうのがこのアクセントになります。まあ、ただ上げすぎるとかなりやりすぎな感じはあるので、まあやりすぎには注意ですね。で、スカイエンハンサーっていうのが空の部分ですね。ちょっとこの写真だと分かりづらいんですけども、まあ多分これだとハイライト空の部分下げてくれてますね。右側が若干色出てるかなと思うんですけども、
こういう形で自動で空の部分を読み取ってくれて、じゃあ空の部分っていうのをどうすればいいのかっていうところですね、なんか AI で読み取ってくれて調整をしてくれてます。まあこれも便利ですね。まあこれももちろん100円まですると結構濃いなって感じはするので上げすぎが注意ですが、空の部分 をとりあえずもう気軽に調整するっていうのはかなり便利です。で続いてこのスカイってやつなんですけども、多分これは有名ですね。そのルミナーって言ったらその空を変えるっていうようなこともできますと。例えばこれで空のセレクションって押すと、元からですね空のデータが入っております。でこれもちろんですねプラスっていう形で自分が持っている空の写真も合わせたりできたりとか、あとはそのルミナーのサイトから空の素材を買うことができたりします。ちょっと今回は試しに、じゃあ例えばこのなんか夕焼け、朝焼けか夕焼けはわからないですが、これを押すとこういう形ですね、空が変わりますと。まあ空が変わるのプラス夕焼けなので若干ちょっとこの水の方とかを赤くしてくれます。まあちょっとこれ若干違和感ありますけどねちょっと違和感ありますけど、じゃあ例えばこれが青空だとどうかな。あ、まあこれだったらまあ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 って感じですね。まあでもしっかり空だけ変えるんじゃなくて、ちゃんと下の部分もなんか若干オレンジ色にしてくれたりとかはしてくれてますと。まあ僕はあんまりこれ使わないんですが、まあ本当にどんぐもりな写真とかで失敗写真とかに使えるツールかなと思います。まあ、これがスカイですね。で今これスカイ閉じて開きました。でさっきそのなんか夕方この空にの変えましたよね。ちょっと名前忘れちゃったんですけども、それが今なくなっちゃってますよね。あれと思って。で、補正見ても、さっきアクセントとかスカイエンハンサーって変えたと思うんですけども、それもなんかゼロに戻ってますと。これどこ行ったのかなって思われるんですけども、このツールの右の編集っていうところに出てきますと。さっきやった、あ、補正は変えてなかったですね。補正は変えてなかったんですけども、このさっきいじったそのスカイとかですね、この編集というところに入ってます。このルミナーはヒストリーの機能がないので、ライトルームとかみたいに、このパラメータをこういじりましたっていう、ヒストリーが一つ一つ残らないので、その代わりにこの編集という形で、ここに残るようになります。例えば、これを、じゃあ補正で例えばちょっとアクセントとスカイエンハンサー、ちょっと変えたとしましょうか。で、これで、補正を押すと、もうまた戻っちゃってるんですよね。で、それが編集のこちらにですね、残っているっていうような形になります。まあ、これ結構便利だなと思ってまして、今これ、4つぐらいしかやってないのにいいんですけど、例えばこれをいくつか編集したとして、で、後々、どのツール使ってパラメーターいじったのかなとか、やっぱ忘れちゃうところってあると思うんですよ。それがこの右側の編集っていうところで、あ、このパラメータ、このツール使ってこのパラメータこんくらい変えたんだなっていうのが、ここで見れるので便利かなと思います。これ多分ルミナー AI にはなかったので、これ実装された時は結構いいなと思いました。これがあることによって、例えば、このじゃ補正で、そのアクセントで、さらにこれマスク作れるので、このアクセントでも、例えばマスク作って、例えばじゃあこの海の部分だけにしようとか、海の部分は、じゃあ、例えばその70にして、例えばですよ、じゃブラシで、すごい今適当になってますけども、ここの部分は70にして、で、一回閉じますと。で、もう一回開いて、じゃアクセントを次は30にして、で、またブラシで、この岩の部分、ちょっとすごい今適当になってますけども、この岩の部分は30にしよう。30ですね。30にしような形で、この一つの補正でも、いろんなマスクが作れたりとか、ができます。で、これ編集見ると、ここ補正がですね、いっぱい残ってますが、はい、こういう感じですね。ここの岩の部分は30にしてますとか、この波、内側の部分は76にしてますとか。まあそういった形でですね、重ねることができるのは便利ですね。で、これはもちろん、こういう形で消せます。で、あと
とはまあエッセンシャルですね。まあ、先にちょっとこっち紹介すべきだったんですけども、エッセンシャルにその現像っていうものがありまして、まあ、これが基本的なですね、補正になってます。まあ、もちろん露出、コントラスト、ハイライト、シャドウ、あと白レベル、黒レベル。で、トーンカーブもありますと。で、カラーですね。色温度、色かぶり、サイド、自然なサイド。シャープネス、ノイズ削減。あとは歪み補正とか。まあ、変形だったりとか。まあ、おおよそもうここの現像である程度できることは多いかなと思います。で、これも作ったのがこの編集のところに入ってきます。で、続いて、この消去ですね。で、これがルミナネオになってから新しく追加された項目の一つになるんですけども、まあ、主にですね、このオブジェクト除去っていうので、電線とホコリを除去することができます。これワンタッチでできます。例えばこの写真だと、ここにホコリっていうか、そのカメラのセンサーゴミが入っているんですけども、じゃこれを押します。ホコリを除去を押すと、はい、除去しましたっていう形で、ここの目のマークを押すとビフォーアフターが見れます。こういう風にビフォーアだと、ホコリがあったのが、こういう風にですね、消してくれます。まあ、これも多分すごい細かいホコリは、ちょっと消えないと思うんですけども、まあ、こんくらいのものであれば消してくれるので、まあ、便利かなとは思います。あとは、縁取り。まあ、これは明瞭度的なものですね。その適用量と増強っていう形で、まあ、細かくいじれるようなものになっております。まあ、あと、カラー、白黒、詳細。まあ、詳細はディテールですね。まあ、あと、ノイズ削減。まあ、ルミノシティっていうのが、キドノイズになるので、まあ、普通によく出てくるノイズですね。で、カラーは、カラーノイズなので、そのなんか、青とか赤とか点々になってるものが、カラー、ノイズになるので、まあ、それを消せるっていうような形で、まあ、二種類のノイズを消せます。で、あとは風景写真。こちらは、霞の除去、ゴールデンアワー、緑樹の増強っていうのがあるんですけども、まあ、霞の除去は、まあ、普通にライトルームとかであるかなと思うんですけども、ゴールデンアワーに関しては、上げると、ちょっと朝っぽくなりますよね。朝とか夕方っぽくなります。そのいい感じに、色温度で色を変えようとすると、こう全体的にオレンジになってしまいますよね。かなり違和感出てしまいますと。ただ、このゴールデンアワーだと、こういう形で、まあ、その空の部分とか、まあ、あとはこの地上の部分とかを、おそらく重点的にですね、いい感じに夕焼けっぽくしてくれますと。これ結構便利ですね。で、あとこちらは、これ上げていくと、緑をより強調させますね。まあ、こういったのが入ってますと。で、これがエッセンシャルっていうような形で、まあ、これやっとけば、まあ、大体どの写真もいい感じにできるでしょうっていう、まあ、最低限のものになってますと。で、続いてクリエイティブですね。ここからちょっとまあ、応用編っていうか、まあ、もうちょっと印象的な写真にしたいっていう人が使うところになります。で、このリライトっていうのが、ルミナーネオで新しくできたものになります。で、これが近くの明るさ、遠くの明るさっていうのがあるんですけども、まあ、これが AI で近くのものだけとか、遠くのものだけっていうものを選択して明るさを変えてくれます。例えば、ちょっとこれ、読み取りに時間がかかるんですけども、近くの明るさだと、まあ、このほんと手前の部分が明るくなってますよね。で、逆に遠くの明るさ、それ以外の部分がこういう風に暗くなってます。で、濃度は、その位置ですね。手前、近くとその遠くの定義を決めてくれます。濃度を下げれば下げるほど、この近くっていうものがどんどん手前になってきますと。で、逆に上げれば上げるほど、近くの明るさの範囲が広まっていきます。まあ、なので前景をちょっといじりたいよっていう場合は、これ使うのもありです。まあ、あとはポートレートとかですね。ポートレートとかで使うと、人の部分だけですね、明るくなって、まあ、背景は明るくしないよみたいな使い方もできるかなと思います。続いて、アトモスフィア。これも、まあ、AI でいろいろやってくれるものになってまして、モードに、まあ、霧とか霧の層とかミストとか霞とかあるんですけども、まあ、自動的にですね、霧を生成してくれますと。これ例えば、こうやってあげると、霧を作ってくれてますね。
まあ、ちょっとこの写真だとあんまり切り上げることによってなんかメリットってあんまないんですけども、で霧の層だとちょっとこの写真だと分かりづらいので違う写真にしますね。霧の層だとこの手前の海とかですね、地平線の下ぐらいを霧にしてくれます。霧は上ですね、ちょっと全体ですが、霧の層はまあ真ん中ぐらいですね。でミストはまあ全体的にやってくれまして、霞はまあ水平線とちょっと上ぐらいを、まあこういう形で霧を作ってくれてます。でもう濃度を増やすと範囲が増えてきますし、明度ですね、こちらを下げることによって、まあ、暗くしたりとか明るくしたりっていうのができます。で太陽光ですね、これは自動で太陽の光を作ってくれますと。こうやって今上げると太陽は多分この辺に今あるんですよね。太陽の位置を指定っていうのを押すと、まあ、勝手に AI でここに太陽があるんじゃないかっていうのを測定して太陽を設置してくれますと。まあこれ多分移動させるとこういう形ですね。でちゃんとこれ岩に隠れると、まあちょっと若干これだとこっから光出てるのおかしいんですけども、太陽がちゃんとですね後ろに隠れてくれてますと。まあこういう形で太陽も生成できます。これはちょっと使い方が難しいので、あんまりこれを適用量めっちゃ上げちゃったりとかすると違和感出てしまうので、まあ使い方には注意なんですけども、まあこんくらいだったら違和感ないですよね。なんかちゃんとここにちょっと太陽あるんだみたいな形で出るかなと思うので、まあ違和感はないかなと思います。でドラマチック、まあこれは明瞭度を増やしてちょっと彩度を落としたような形ですね。まあ風景はあんま向かないんですかね。あとムード、これはラットですね。まあちょっとプリセットみたいな感じですね。こうやって選択すると、なんかいろんななんかちょっとプリセットみたいなのがありますと。まあちょっと全部紹介するとかなり時間になっちゃうので、あと紹介するとマット。マットは、上げると、ちょっとフェードかかったような形になりますね。ライトルームのプリセットとかでよくやっている、左上ですね。トーンカーブの左上をクイッと上げるような感じの、ものがこれでですねできるようになりますと。結構便利ですよね。ちょっとエモい感じになりますと。で神秘ですね、神秘はハイライト部分をですねより強調させるような形ですね。まあ、この辺とか見ていただければわかるかなと思うんですけども、これビフォーでアフター、まあ、ちょっとこの辺とかが強調されてますよね。結構この神秘も使うことは多いかなと思います。風景とかだといいですね。あと、光沢。光沢は、まあ、ソフトフォーカスとか、オートンとかを使います。まあ、オートンってあんま説明したことなかったので、説明すると、ちょっと上げますが、この写真だと分かりづらいですね。違う写真にしましょう。これは、霧の補正も入れちゃってますが、これで、オートン。こういう形ですね。ハイライト部分をふんわりさせるような形になります。ちょっと霧の部分が分かりづらいので消しちゃって、こういう形ですね。オートン上げると、まあソフトフィルター使っているような感じですね。ふんわりして、なおかつちょっと幻想的になる形ですね。すごい抽象的な言葉で申し訳ないんですけども、この結構オートンって風景写真だと使うことが多いので、それがこのワンタッチでできるっていうのは結構大きいですね。フォトショップでも作れますが、まあなんか3、4ステップぐらいあるので手間なんですけども、これだともうワンタッチでオートンが使える、結構便利ですね。まああとはポートレートですね。これはあんまり僕はもう使わないのであれなんですが、このポートレートボケっていうのが結構新しい、そのルミナーネオで搭載されたものになってまして、これですね、ポートレートボケ、まあ、この後ろの部分をぼかしてくれるっていうような形ですね。ちょっと F 値高くとっても後ろをぼかしてくれるっていうような形になってます。で、プロフェッショナル。スーパーコントラスト。これ結構便利ですね。よく使います。そのコントラストでもハイライト部分だけですね。ハイライト部分だと、まあ、この写真だとこの真ん中の部分なので、上げればまあ、ここのコントラストがしっかり引き締まる。で、中間だと、まあ、全体的なコントラスト。で、シャドウコントラストとシャドウ部分。まあ、結構このコントラストを自由にいじれるので便利ですね。で、あとはカラーハーモニー。これは、色の情報を結構細かくいじれますね。
まあ、ここでサイド的なものをいじれたりとか、まあ、あとはこのスプリットカラー温度だと、その温かさの調整だったりとか、そのクール、感触の調整だったりとか、っていうのを結構細かくですね、いろいろいじれることができます。まあ、そういう形でですね、このルミナーネオなんですけども、もう本当にたくさんできることは多くて、で、なおかつ、しっかりこのマスキングっていうので、マスクが作れます。で、このマスクも結構便利で、例えば、まあ、さっきブラシで適当に書いちゃってましたが、このマスク AI っていうのを押すと、まあ、AI が準備をしていますっていうことで、写真を読み取ってますと。で、そうするとこの空とか、なんか水とかを結構ですね、割と正確にマスクを作ってくれます。まあちょっとこれだと空だと若干もうここの水平線、水の部分は入っちゃってるので、まあこういった場合は、こういうふうにですね、ブラシで、マスクの AI で当てはめた後に、AI マスクで当てはめた後に、ブラシとかで調整できます。まあなのでマスクを作る時間っていうのが削減できますよね。AI でおおよそのマスク作って、あとは自分で調整していくような形ができますと。で、これで、こういう風に空の今部分だけ選択しているので、空の部分の調整ができますと。はい、かなり便利ですよね。で、まあ、こんな形でもうマスクも作れるし、いろんなことができますと。やっぱり僕は、まあ、オートンとかが使えるのはかなり大きいですね。これはライトルームでも使えないので、結構便利かなと思ってますし、まあ、あとはそれスーパーコントラストとか、カラーハーモニーで色調整したりとか、結構いろんなことができますと。で、続いてちょっとプリセットっていうところも紹介しますと、まあ、これはプリセットいっぱいあるので、例えば、まあ、何でもいいんですけども、これを押すと、まあ、こういう形ですね。そのプリセットっていうのを適用してくれます。まあ、これも結構いい感じに、これはちょっとすごいな。いい感じにやってくれるんですよね、結構。うん。で、プリセットも結構いっぱいあるので、例えば、ああ、まあ、この辺とか、まあ結構こういう水系の写真とかですね。のプリセットもありますと。で、プリセット当てはめた後に、この編集を押すと、ここのですね、右側の編集のところにも、この今プリセットで当てはめた設定っていうのがパーって出てるので、まあ、ここで例えば、例えばもうちょっと自分は霞の除去下げて、ゴールデンアワー上げようかな、みたいな。そういった設定もできますし、まあ、いろんなですね、プリセット当てはめた後も自由自在に使えますと。これがいい点ですね。まあ、そんな形でルミナーの使い方はこのような形になっております。まあ、だから先にプリセット当てはめちゃうのもいいかもしれないです。プリセット当てはめて、まあ、あとは自分でマスク作るなりとか。で、その後にそのプリセットの設定っていうのを自分のちょっとパラメータいじったりとかっていうのもいいかもしれないです。で、あとは、そのなんかレイヤーっていうのがあるんですけども、ちょっとここを僕は初めですね、これ、フォトショップみたいなレイヤーを初め意識していたんですけども、そうじゃなくて、まあなんか、こういう形で、なんて言うんでしょう、例えば、まあなんかこういうのを入れたいとか、そういうレイヤーですね。なんかエフェクトを入れる感じですね。これが、レイヤーとしてフォトショップみたいに作れたらいいないなっていうのはちょっと思いました。ちょっとそこが一個ですね。残念だった点ではありますが、まあ、ただここの編集のところでもうレイヤーみたいな形で重ねることはできるので、ここで設定とかの管理をしていければいいかなと思います。はい、そんな形で本日はルミナーネオというですね、現像ソフトを紹介しました。やっぱりその写真の編集のために作られたソフトっていうだけあって、かなりその直感的に操作できるっていうのがいいですし、本当にいろんなことができますと。クリエイティブのものも結構変化が変えられるものありますし、あとはちゃんとマスクも作れるし、まあもちろんカタログで写真の管理もできるので、手軽にかつ本格的なロー現像をするにはいいソフトかなと思います。で、まあもちろんその買い切りでも買ってしまうこともできれば、まあそういった多分いろいろ今後ですね、追加していく機能っていうのもあると思うので、
まあ、それを随時ですね、手に入れたいのであれば、その年間のサブスクで購入することもできます。で、サブスクの場合はプロモーションコードなので、ぜひそちらを利用してみてください。無料の体験もあったはずなので、もし興味あれば使ってみていただければと思います。まあ、今回ざっとルミナーネオのソフト紹介なので、ざっとですね、説明してきたんですけども、また今後ですね、そのシチュエーションに合わせたルミナーネオでのレタッチ方法とかも紹介していければなと思います。もしこういった現像方法を知りたいよっていうご希望ありましたらコメント欄にいただけますと幸いです。はい、今回の動画は以上になります。少しでも参考になったよって方は高評価、チャンネル登録、ベルマークの通知をよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。